いただきます。いただきます。あのさ、俺蒼太に言いたいことがあって。ほら、前に高校生の頃蒼太が弁当を分けてくれて嬉しかったこと話したじゃん。あの日からずっと蒼太のことが気になってて、気がつけばいっつも目で追いかけてた。蒼太のことが好きだった。ずっと好きだったんだ。小町ちゃんがいるのは分かってるんだけど、これだけはどうしても伝えておきたくて。俺はじゃあ康介待ってるから帰るね。でも休養ができたって。あ、ごめん、あれは嘘。康介がちゃんと話し合ってこいって言ってくれたから。それで。そうなんだ。彼に言われて。うん。でもこれでようやく前へ進める。前に？最後のレシピ、生胡椒が乳化したらまた連絡するね。